それじゃあ始めよっか。主役はモビルスーツだから、まずは操縦をきちんとマスターしてね。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。火力のある支援型モビルスーツは味方の動きに合わせて常に位置を変えながら攻撃チャンスを増やした方がいいよ。